1300年の昔改ざんされたといわれる出羽三山。今日修験山伏としてその原型をとどめているのはここ羽黒山だけといわれています。昔から月山、羽黒山、湯殿山を含む広大な地域が神そのものでありました。こうした神道固有の山岳信仰が中国伝来の仏教と混合、三山の神秘な地形と相まって修験道を編み出したと言われています。同時に庄内平野を見下ろす羽黒山は衣食住の神として厚い信仰を受けてきました。毎年7月15日、近郷近在の農民を集めて行われる花取りの神事。稲の花を象徴する造花を奪い合い、取ったものには五穀豊穣が授かるというものに。かつては死者を出したこともあり、ここには修験場羽黒の激しい性格を見ることができます。羽黒の山伏も今では60人を数えるのみですが、昔ながらの修行を守り伝えています。これは山中の小森堂に参籠する夏の行。その内容は肉親といえども他言を禁じられ、一汁一碗南蛮いぶしの煙に耐えながら7日間の行を続けます。行の目的は苦痛を耐えることによって生死を超越することにあり、仙人沢の行場にこもること千日から1万日、五穀を断ち生きながらにしてミイラになった行者もありました。鶴岡南岳寺の鉄流会商人、南行の果て、この人は私たちに何を説いているのでしょうか。7月17日、新潟県村上で仏海上人のミイラ発掘が行われました。明治36年、五穀を断って脂肪を落とし、自ら石室の中に埋められていったのです。三山独特のミイラは修験道が完成された行の姿として世間の信仰を求めたもの、社会と絶縁しながら社会とのつながりを求めた修験道の悲劇とも言えましょう。この羽黒にあって指導的な役割を成していた山伏は今日60余りの宿坊を継承。ここには旦那場と呼ばれる信者組織が受け継がれ、山伏と信者は数百年来のつながりを保っています。山伏は毎年自分の旦那場へ出向いて参拝交中を結び羽黒へ戻ってきます。中には一坊の旦那場で1万人の信者を持つ者もあると言われ、宿坊唯一の収入源であるわけです。かつて百日行を収めた老山伏にはお札の販売権が与えられており、貴重な現金収入の一つになっています。旦那場の人々を迎え、その世の宿坊は旅館さながら、土産物の売店までできて、おじいさんと孫は商いに汗だくです。だが、采配を振るっている当世の主の本職は高校の教師。先生山伏の息子はどのような道を選ぶことでしょう。今日もまた永遠の神秘に包まれる月山の山頂。だが、旦那場も高中も観光的傾向が強くなりつつあると言われる今日この頃。行に始まり行に栄えた羽黒の山伏も厳しい時代の風の中に立たされているのです。